さあ、今日は鎌倉へ向かう途中でありますが、予報の通り雨がポツポツと降ってきました。今は3時20分ぐらいで、予報では5時くらいに雨かなっていう感じだったんですが、今降ったり止んだりみたいな感じで雨を感じ始めてきましたね。で、鎌倉に着いたら、雨が降ってなければどっか止めて散策をしようかなっていう感じだったんですが、そのまま、通り過ぎて今日は一旦帰ろうかなと思います。で、今日は新しいヘルメット、フルフェイスですね、照英の GTAR をかぶって、撮影をしております。今までの、システムヘルメットと違ってやっぱり隙間が、非常に少ないので、風の巻き込みっていうのが、あまりなくて、きっと結構いい録音環境なんじゃないのかなと思います。お、ここは、天国院、なんか鎌倉が近づいて来た感がしてきましたね。エネデンとすれ違えるとは。お、正面、海ですね。海。風はないんで、非常に穏やかな海ですね。海も久しぶりに見た気がしますね。お、正面、江ノ島じゃないですか。いつだったか、江ノ島に行こうとして夜になっちゃって、断念みたいな動画を上げた気がしますが、今日はなんとか真っ暗になる前にたどり着いたんじゃないですかね。残念ながら今日鎌倉を散策するっていうことはできなかったんですが、天気も良くないんで、今日は実験動画ができただけでよしとしましょう。冬でも来てる人いるんですね、少なからず。
今海沿いも走ってますが、やっぱり装備ちゃんとしてれば寒くないですね。お、また正面から江ノ電が。まあこんなわけで海沿いも走れたことですし、バッテリーもいつ切れるかわからない状態なんで、まあとりあえずは、まあ、この辺で失礼をさせていただこうかなと思います。まあまた、まあでも今年はもう今月も終わるんでないかな、わかんないですが、まあ、今年は、元ブログを始めたという年で、まあ、来年もまた、少しずつ走って動画アップしていけたらなと思いますので、まあ、見やすい動画作れるように頑張ります。それでは、江ノ電、江ノ電と並走。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではでは。江ノ電、今日何回もすれ違うな。